そのまま走り続けてたの。え、あれ逮捕されるの？ね。多分俺飲酒だけじゃねえと思うよ。うん。俺もちょこっとそれ聞いてたけど、もうどこ行ったっけな。うん。逮捕されたのあれ。な。あ、そう、逮捕された。いや、すげえ音だったよ。マジで、コメント欄が、二層式の洗濯機っていうコメントがあったの。逮捕なんだ。めちゃめちゃ笑ったのが、その、ラジオでやってて、車運転してて、ラジオでやってて、もうタイヤパンクしてんだよね。タイヤパンクしてるから、バタ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 っていう音がするの。で、コメント、俺、作業しながら聞いてたんですよ、それも。動画の作業しながら聞いてて。で、ほんで、パッてコメント欄見たら、ね、二層式の洗濯機。で、なんかね、車がピピーとかって言ったの。ピピーって言ったら、コメント欄が、ね、洗濯終わったよ、みたいなコメント。バタ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 ピピーピピーとかって言ったら、洗濯終わったよ、みたいなコメントがあって。それがめちゃめちゃ面白かった。組長逮捕は、なんだろう。逮捕されたところも配信したのかな。そこまで見ないと分かんないよね。近藤組長逮捕されたの。あるね、逮捕された瞬間。動画にあるよ。見てみようぜ。大丈夫。ちょっとこれ見てみよう。動画に上がってるよ。あの人さ、去年さ、シャブで逮捕されただけだよね。飲酒運転だったの？飲酒運転で逮捕だったの？そう。お酒は飲んだ？大丈夫。飲んでない。飲んだけど。飲んだ？飲んだけど、多分大丈夫。随分はからしてる。え？いいよ、こっち行きましょうか。タバコしてもらっていいですか。だってさ、タイヤパンクしてんのに走り続けてたからな。飲んだけど大丈夫ですって言ってた。何時間ぐらい飲んだけど。すげえな。何時間ぐらい飲んだ。で、お酒測るからちょっと切ってくださいよ、それ。それはいいよ。うん、お酒測んなきゃいけないから。0.15 以上出なきゃいいんでしょ。ちょ、動画ね、動画切りましょう。それで、酒飲んで、じゃあ、例えばだよ。じゃあ、俺が今、酒飲んでじゃん、こうやってさ。で、謝罪配信するか、この後。え、別に謝罪配信しなければいいと思う。別に、だって。待て、なんでヨッサンに切り替わったの？それするか？ね。なんでヨッサンに切り替わったの？ここが、おかしいんだよ。なんでヨッサンに切り替わったな。ヨッサンに切り替わったんだけど、あ、これヨッサンにリップしてる動画なのか。テロップ、配信者に迷惑がかかんないよ。飲酒運転で捕まろうかな、死のうか、配信すんなよと思うよな。他のどんどん配信がな、厳しくなっちゃうもん、規制かかっちゃうでしょ、そういう人がいるとね。でも自分のことしか考えてないんだろうね。もう頭がユイガなんだよ、ユイガ、ユイガさんも相手の女のことと気持ちとかを考えないで自分のねことしか考えてないでしょ。でも頭が良いかな、そういう人は。ね、だからもう頭がもう恋愛白帯なんだって。おはようございますね。いや、頭が良いかだろうな、そんなの。自分のことしか考えないのな、人の気持ち分かんないなんていうのは。
他の人に迷惑かかるんじゃないかなとかさ、いやまだね10代とかだったらまだわかるよ、10代とか20代前半だったら、俺だってそうだよ、10代とか20代前半の頃はね、まあもうてめえさえ良ければよかったわ、他のやつなんか死のうか関係ねえと思ってたから。でもさね、もう30とか35を過ぎてさ、それじゃさもう頭が優雅でしょということ。うん、ありがとうございます、うん、で皆さんもね、もうダメよ、自分さえ良ければいいって考え方はね、そこぐだ、誰だってそうだよ、ほなんだろう、本性っていうか、本質はそこだよ。でもぐっとこらえて我慢してさ、相手がどう感じるかなとかさ、どう思うかなってことも、ね、やっぱやらないといけないよね、考えないとね、ワンクッションね、うんうん、そう逮捕してくださいって言ってるようなもんだよね。うん、おはようございます、うん、ね、結局自分さえ良ければいいっていう考えの人がツイキャスで配信してたりとかして、ツイキャスバン食らって行き着く先が配信者の墓場ふわっちでしょ、ね、うん、そう、うん、そう、ゆいがさ、なんかもう俺の気持ちはなんか誰も分かってくれない、人の気持ちが分からないやつは関わるなんて、お前が一番人の気持ち分かってねえじゃんな、本当にな、好き勝手配信するのはいいけど、その配信の先にね、あ、他の配信者に迷惑かけるんじゃないかなとかさ、ね、そういうことをさ考えないかなと思うのよ、うん、ね、まあ、俺なんかもまだまだ未熟だけどさ、人としてね、うん、そんな未熟な俺でも分かることだよ、だってゆいがもう近藤組長もな、俺より年上だからな、二人ともとな、うん、いやダメな大人が多いんじゃない、世の中ね、多くはないのか、うん、ね、うん、0.15 から 0.25 で、違反点数13点で免停90日、はい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 、それ以上だった場合は、それ以上だった場合は、だから飲酒運転と酒気帯び運転の違いでしょ。これ、酒気帯び運転だと違反点数13点で50万だっけ。飲酒運転100万とかだよね、罰金ね。まあでも、ふわちでやってるから金は持ってるだろうからな。俺たちと違ってな。金はだいぶ稼いでるだろうからいいけどね。いいのかわからんけど。いや、ほんとそうだよ。配信者イコール、その犯罪者とか犯罪予備軍みたいに思われてるとかあるからね、うん、そうじゃない人もいるのにっていうね、うん、俺なんかね見た目が犯罪者みたいな感じだけどね、もう俺なんかはもう見た目がね、見た目が犯者とか言われるよ、入れ墨が入ってたりとかして、うん、あと捨て頃のね会場の前で配信無理やりしに来たりとかね、うん、だそういうことしないと話題を集められないっていうのはね、うん、どうなのかなと思う、うんうん、な、うん、見た目犯罪者だよ、言われるもんだって、うん、0.15 以上は全て3年以下の懲役または罰金50万なの。それは酒気帯び飲酒、酒気帯びと飲酒って違うじゃん、飲酒運転の場合はもっと罪が重いんじゃないの、うん、おはようございます皆さんね、誠でございますね、10月21日でございます、月曜日かな、うん、台風がね近づいてますけど、うん、ホープを閉めた男便所たる、ちょっと言ってる意味分かんないですね、ちょっと言ってる意味分かんないです、うん、今近藤組長の見てる、どっかに動画上がってんのかな、逮捕されたっていうね、うん、長野出身の配信者ってろくなのがいなくて、長野県民として情けなく、いや長野出身で長野全員が悪いわけじゃないですよ、うん、そうそう、あのね俺ホープさんと喧嘩した時に警察が来たので、警察にね、お前ヤクザ者かって聞かれたからね、お前ね、やっぱ見た目なんだろうね、見た目判断ダメ絶対マジ で見た目で判断しないでよね、そう、酒酔い運転は 0.35 以上は5年以下の懲役または100万以下でしょ、 YouTube にある、うん、愛子の詐欺事件はその後情報出てないね、あのあれでしょ、偽物を売ったってやつでしょ、ね、うん、ね、
そうだ、やっぱ見た目でね、そのそういう風に見られがちだから、うん、いやでもね、普段見てるね、うん、普段見てるリスナーはね、まあ、便所太郎がねそういう人じゃないっていうことを分かってくれるとは思うのよ、うん。そう、一時停止とかはねまだね、あの気づかなかったとか知らなかったっていうのもあるけど、飲酒運転で自分から飲んでるからね、うん、そこだよね。いや、うん、だいぶよれてたように見えるけどな俺ね、多分お酒だけじゃないんじゃないかなとは思うけど、これか、これちょっと30分ぐらいある動画なんだけど、ちょっと見てみる。そう、新作動画その後でもいいかな。ちょっと見てみようか。ちょいちょい飛ばしながら見るか。おはようございます。あとはね、年だよ、カニさん。うん。